先頭は水戸商業菊田君。ただいまの1着は第6レーン水戸商業菊田君、フィニッシュタイムは54秒99でした。電光掲示板をご覧ください。終了しました男子 400m ハードル予選は第2組の結果です。1着2576番野口君霞ヶ浦54秒98、2着2907番浦田君牛久栄心56秒95、3着2388番古澤君東洋大牛久58秒85、4着2401番大山君江戸川学園取手1分00秒54、5着以下は掲示板をご覧ください。